ホームレスの人がマットレスのベッドを引いて寝てる。あ、皆さんこんにちは。レナです。タカです。え、木村枠です。はい、ということで今サンパウロにやってまいりました。来るのが大変だったね。大変でしたねイグアスの滝の空港に行って着陸しようとしたら飛行機が浮いちゃったよって言われた。そういうことです。もともとね、イグアスの滝からサンパウロに飛行機でひとっ飛びする予定だったんだけど、空港に着いた時にはもうね、飛行機が離陸する15分前とかでチェックインカウンターがクローズしててね、えってなったんだよね。私はあれ読み違えた。出発時間と到着時間を間違えて、まあ、2時間で、なんか3時間後にまた違う飛行機があるって言われたけど、そうそうそう9万払ってくださいって一人で高すぎる。もともとね、僕らが予約した飛行機は1人1万4000円ぐらいの飛行機を、まあ、事前にね予約してたので安く取ったんだけど、当日飛行機は9万円ってことで、まあ、僕ら買えるわけないじゃないですか、そんなの。というわけでバスでね来ることにしました。はい、18時間、1000キロも離れたサンパウロまで。18時間、みんなわかる？飛行機で1時間半で行けるところを逃して18時間バスに乗るっていうね、はい、本当にバカ2人ですね。人生の無駄。そう多分ね、人生最後の長距離バスになったと思います。というわけで、まあ何はともあれね、サンパウロに到着できました。ということでね、今日はね、もう早速なんだけど、まあ、僕らのね、定番ですね、新しい街に来たらフリーツアーに参加してその街を勉強するっていう、フリーツアーに参加します。はい、ということで勉強しましょう。早速一日楽しんでいきましょう。はい、ちょっと今ね、フリーツアーに参加してるんですけど、で20分間ね、休憩をもらったので、ちょっとクイックに3つだけ学んだことを共有します。まず1個目、ブラジルのね、首都ってリオとかサンパウロじゃないんですか？そう、私も知らなかったブラジリアっていうね、町があって、そこが今は首都になってます。なので日本人がね、みんな知ってるようなリオとかサンパウロじゃないっていうのが1個目で、2個目はブラジル最大の都市はここサンパウロ、というか南米で最大の、まあ、都市、ビジネス都市っていうのがサンパウロらしいです。でサンパウロの、まあ、周辺人口も合わせると1200万人。普通にでかい。これすごいよね。東京の人口がちょっと今パッと分かんないけど、多分同じぐらいだと思うんだよね。ちょっと調べて乗っけときますけど、多分同じぐらいだと思いますっていうぐらいでかいです。でも確か東京はまだ3倍でしょ。あ、もっと多かったっけ。ちょっと分かんないです。日本について何も知らない人です。はい、ちょっと調べます。で3つ目は、世界最大の日本人コミュニティがあるのがここのサンパウロらしいです。日本国外で日本人コミュニティがある、最大規模を誇るのがサンパウロ。まあ、確かにね、ブラジルって日本とね、いい関係性があるじゃないですか。日本にもブラジルから移民の方々がね、いっぱい住んでたり、まあ、僕の地元の近くだとブラジルの方いっぱい住んでたりするので、まあ、親近感はありますね、ブラジル。でちょっと今日は日本人街というか日本人コミュニティの場所に行けないんですけど、またね、明日か明後日ぐらいにね、行きたいと思うので、それをね、ちょっと動画にしたいなと思います。日本食食べたいからね。そういうことです日本食が食べたい。多分日本人がいっぱいいるってことは、日本人オーナーのね、ちゃんとした本当のあると思う、本当の日本食があるのかな。マジで楽しみです。ということでね、またちょっとフリーツアーに参加していこうと思います。でちなみにね、ちょっと後ろ見せると可愛くない？街綺麗だよね。この落書きはやばくない？建物全体に落書きだ。なんかすごいもったいないよね。せっかくさ、歴史的な建物なのにね、落書きしちゃうっていう。でかすぎてもうカメラに入りきらない。
回今ね後ろに見えてる教会があると思うんですけど、サンパウロで一番でかい教会です、うん、綺麗な教会。なんて言うんだろう、海外旅行に行きたての人でどの街に行っても多分教会に行くと思うんだよね。教会が一つの観光スポットみたいになってるから、日本のお寺とかお城とかと一緒の感覚なんだけど、多分海外旅行をいっぱい行ってる人っていうのは教会にあんまり興味を持たなくなり始めると思いますっていうのが私の持論です。というわけで教会はね普通にパスして次のとこ行きますはい、ということで今ねフリーツアーが終わりました。で、もう3時間ぐらいねガイドさんに説明してもらっていろいろ歩き回っていろいろ歴史とかね街の歴史とか人についてとかね学びました。あ、ちなみにねブラジルは、まあ、知ってる人多いと思うけどポルトガル語です。南米で唯一、まあ、ポルトガルにね植民地化されてたのでポルトガル語喋ります。で、ブラジル以外の南米の国についてはスペイン語です。はい、で、サンパウロどうでした？あ、綺麗な街。そうなんだよね、サンパウロの街ってすごい綺麗で建物がねめちゃめちゃ綺麗な建物が多くて正直びっくりしました。なんかもっとコンクリートでできたつまんない街かなと思いきや歴史的な建物めちゃめちゃ多くて、あ、ある。でも残念ながら落書きとかがあるし。その通り、なんで落書きするんだろうね、もったいないよね。めちゃめちゃ綺麗な石でできた建物なのに落書きしちゃってるっていうね、アンポンタンや。あとホームレスの人がめちゃくちゃ多い、多分今まで行った中で一番多い。確かにホームレスの人めちゃめちゃ多いこの街で。他の街のホームレスと違うのはホームレスの人がマットレスのベッドを敷いて寝てる。だからホームレスのプレゼンス高いっす、なんか堂々としてる感じがあるね。マットレス敷いてた時はびっくりしたね。で、あとホームレスの人が多いのもそうだし、あとラリってる人もめちゃめちゃ多いです。あの、お酒に酔っ払ってる人、薬で行っちゃってる人めちゃめちゃ多くて、さっきフリーツアーしてた時もめちゃめちゃ絡まれる。大声で隣で急に大声出されてフッってなる感じの、だから本当に行ってるんですよ。あの、薬で多分ハイになってる状態の人が多い。で、子供も一人ハイになってた子がいたから、まあ、子供ですら薬やっちゃってるっていうね。多分治安はそんなに良くないと思います、サンパウロ。なのでもし来ることがあればね、あの、治安には気をつけてね、あの、人がいないような通りには入らない方がいいと思います。あとは一人で歩かないように。そう、まあ、常に人混みの中を歩く、まあ、人混みの中歩くってなるとまずスリには気をつけなきゃいけないんだけどだから基本的にね全部に気をつけてください。周り見てちょっと怪しい人がついてきてるなと思ったらちょっとお店入ったり。でも警察の人も多いのでパトロールしてる人も多くて、だからそれでねだいぶ治安は守られてる感じはあるけど、それでもねラリってる人は多いので、まあ、ラリってる人が前から歩いてきたら肩がぶつからない程度に避けて歩くっていうね、まあ、ここを気をつけてください、はい、というわけで、でね今日はねちなみにまだこれからねフードツアーにね参加します。ブラジル料理をいろいろね食べていこうと思います。そう、勉強しましょう。なのでね、ちょっとこの動画は一旦ここで切って、次の動画でブラジル料理紹介していこうと思うので、ぜひねこの次の動画も続けて見ちゃってください。というわけで一旦ねフェードアウトします。 OK、 じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバイ。もし面白いと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ブラジルのナショナルフードです。チョコです。オブリガテイロ。何品みたいな。サンドイッチ専業で最近いつも買ってるのが Very good. Trying to make a loss.